将棋の第8期叡王戦五番勝負で勝利し、3連覇を果たした藤井聡太叡王の就位式が28日、東京都内で開かれた。謝辞で藤井聡太叡王は、終盤の距離感など、本当に得るものの多いシリーズだった、と述べた。藤井聡太叡王は5月28日、叡王戦五番勝負第4局で、振り飛車戦法を得意とする菅井竜也八段を破り、対戦成績3勝1敗でタイトルを守った。シリーズについては、主にこの戦法を用いる振り飛車党とはタイトル戦で初めてで、新鮮な気持ちで開幕を迎えた。苦しい局面が多く大変なシリーズだった、と振り返った。23日に終了した王位戦7番勝負で、藤井聡太叡王は挑戦者の佐々木大地七段を破り防衛。31日に始まる王座戦五番勝負では、タイトル保持者の永瀬拓矢王座と対戦し、史上初の全八冠制覇に挑む。藤井聡太叡王、得るものの多いシリーズだった、就位式で笑顔。将棋の第8期叡王就位式が28日、東京都港区の明治記念館で行われ、藤井聡太叡王に就位状、勝敗、賞金目録などが授与された。藤井聡太叡王は4、5月に行われた5番勝負で菅井竜也八段と対戦。2勝1敗で迎えた第4局では2度に及ぶ千日手の激闘を制し、3連覇を達成した。謝辞では、振り飛車党とのタイトル戦は初めてで、新鮮な気持ちで対局を迎えることができました、と回顧し、本当に大変なシリーズ。一方で菅井八段の中盤の駒さばきや終盤の距離感など、勉強になり、得るものの多いシリーズだったと感じています、とスピーチ。途中では名前入りのリボンが落ちるアクシデントがあり、慌てて拾いながら挨拶を続ける微笑ましい場面もあった。主催の藤屋からは賞品としてホームパイ1年分を贈呈され、笑顔の絶えなかった藤井聡太叡王。31日には前人未到の全八冠制覇に挑む王座戦五番勝負が始まる。永瀬拓矢王座との対決を前に束の間の祝賀ムードを味わっていた。空気階段の鈴木もぐら、藤井聡太叡王の前でボケ連発ズボンずり落ちる。お笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐらが28日、東京都港区の明治記念館で行われた将棋の第8期叡王戦五番勝負を制した藤井聡太叡王の叡王就位式に出席。花束を贈呈し、祝辞を述べた。将棋のアマ二段で吉本関東将棋部で大会にも出場する鈴木はスーツ姿で壇上に上がり、藤井聡太叡王、防衛おめでとうございます、などと挨拶し、マイクに頭をゴツン、お祝いの言葉をお一つ。緊張しいなものですから、髪の肩を一つ、とジャケットの胸元に手を入れ、あれ。すみません、ちょっと間違えた。家の近くのパチンコ屋のカードを持ってきてしまいました。ある程度覚えてますので、と仕切り直して祝辞へ。祝辞では自身が将棋を始めたきっかけを説明。小学生の頃に書道の時間で新聞紙を使った際、藤井聡太猛竜王の文字が目に留まり、竜王って何だろうと。それをきっかけにいろんな新聞をもらいまして、棋王、王座、名人とかいろいろタイトルがあって、こんなにかっこいい呼び名を呼ばれる世界があるんだと。叡王は英知の王、当時の僕が見たら叡王になりたいって思うような素晴らしい名前。興味を持って将棋のルールを調べて指すようになって、こんなに楽しいのかとどっぷりハマりました、と明かした。高校は将棋部に入るも人数が少なく、先輩一人と自身と同学年の友人の3人だけで廃部になったという悲しい思い出を披露、将棋部を潰してしまった心残りがありましたが、藤井聡太叡王の大活躍があって将棋部が復活しました。藤井聡太叡王のおかげです。ありがとうございます、と母校の部活が復活したというエピソードで将棋愛を語った。その後、壇上から降りる際、スーツのズボンがずり落ち、将棋の駒柄のトランクスがあらわになり、鈴木は、将棋パンツが。日本将棋連盟の羽生善治会長、52、ら場内は爆笑。藤井聡太叡王は鈴木をちらりと見た後、前を見て笑っていた。叡王戦、藤井聡太叡王、
菅井竜也八段とのタイトル戦振り返る得るものの多いシリーズだった。将棋の第8期叡王戦五番勝負で菅井竜也八段を3勝1敗で下し、3連覇を果たした藤井聡太叡王の就位式が28日、都内で行われた。今期は、タイトル戦で初めて振り飛車党との対戦となった。藤井聡太は社辞の中で、新鮮な気持ちで開幕を迎えました。第1局は制しましたが、第2局は完敗。第3局でも苦しい局面が多く、大変なシリーズだったと感じています。その一方で菅井八段の中盤の駒さばきや終盤の距離感など、とても勉強になり、得るものの多いシリーズでもあったと感じています。この経験を生かし、より実力を高めていけるよう取り組んでいきたいと思います、と話した。防衛を決めた第4局、5月28日、岩手県宮古市、浄土ヶ浜パークホテルは、2回にも及ぶの千日手指し直しの末に制した。そこから一夜明けて、三陸鉄道の宮古駅で一日駅長に任命された。鉄道大好きの藤井聡太にとっては、見学や機動車の運転体験は、とても良い思い出になっています、と振り返った。叡王戦を終えた30日には長野県高山村、藤井聡太荘に移動。31日からの2日制で行われた第81期名人戦で渡辺明名人、当時、を下し、4勝1敗で史上最年少の名人と7冠、竜王、名人、王位、叡王、棋王、王将、棋聖にもなった。濃密な強行日程の中で、2つのタイトル戦を立て続けに制した。今も熱い戦いは続いており、今月23日には佐々木大地七段の挑戦を4勝1敗でどけ、王位戦4連覇を果たした。3日後の31日からは、八冠全制覇を目指す第71期王座戦五番勝負で永瀬拓矢王座に初めて挑戦する。挑戦者に決まった時、挑戦できるのは貴重な機会ですし、全力を尽くしたいと思います、とした。お祝いの席での喜びを胸に、将棋界統一に向けた戦いへと挑む。